テレビカメラは犯罪の瞬間をも目撃する。覚醒剤中毒の川端軍司は通行人6人を次々と殺傷した後、中華料理店に籠城。悪夢のような無差別殺人に辺りは無法地帯と化した。東伊豆でも妻を刺し殺した覚醒剤男が女性や子供を人質に。この逮捕劇で犯人の出刃包丁に刺され、人質一人と警官一人が重傷を負った。年間およそ5000件、全国一のすり銀座大阪。カメラはその瞬間を捉えた。はい、行った、レッツゴー。張り込んだ刑事たちが一斉に踏み込む。現行犯逮捕である。検察じゃ、何じゃな、銭出さんこから、銭分けてから、さんこから。何もしてんのか。何もしてない。あ、バカじゃんな、立てよくな。わしは何考えんの。あ、怖いから、わしは何考えんの。地下鉄をねじろとした集団釣りグループは一瞬のうちに一網打尽となった。犯罪の主役も10人と色、人それぞれ。どうですか、今これから収監される気持ちは。元気で頑張ってきます。もう全然後悔してない。しておりません。ああ、そうです、はい、ジスケさんにすまないと思わないですか。思いません。頑張ってきます。Vサインで入獄する人もいれば、やはりらしいのはこちら。バカダメだこの野郎。取材陣に八つ当たりする犯人たち。てめえらバカ野郎、本当のこと書けこの野郎。しかし後藤の機内では一転上機嫌。最後のシャバの飯に舌鼓。いや、スープですね。まあ、10年ばかりも飲めないから。ピストルを強奪した上、二人を射殺した元警察官ヒロタ。だから役に来てくれって言ったよね。熱いな。やめてくださいよ。いいよ。やめなさいよ。暑いだろうよ。ちょっと待って。やめなくてよ。この後ふてぶてしく3本目のタバコに火をつけた。8人連続殺人のカッタは、殺人を犯したわずか6日後にクイズ番組に堂々出演。うちの消防署では一月前ぐらいからですね、本格的に訓練入るのはね。あ、そうですか。はあ、せやけど瞬間にバーッと出動ってなったら、これはもう大変ですわな。そうです ね、まあ、いつもそのために待機してるんだ。神経すり減らしまんな。そうです ね、まあ、僕は痩せ方の方が好むんですわ。好み、はい。それでね、まあ、スタイル、水着姿もあんまりは見てないけどね。ちなみに4問正解で賞金8万円を獲得したとか。1センチですしね。新宿のビルの屋上に出現した自殺志願の全裸男。世田谷の旅館に立てこもった腹切り男。いずれも覚醒剤中毒のお騒がせ人間である。今年1月、立川のデパートに籠城した23歳の男。必死の説得工作が続く。
踏んだよ。行っちゃったんですよ。怖い。いや、あの方は結局死んでしまいました。あら。助からない。やめないのにね、あの、ここまで行ってまた戻ったりとかね。もう助ける人も命がけでやってるのにね。どうでした今見て。もう怖いですよね。で、あの、刃物を振り回す人とかいたじゃないですか、うん、巻き添えにあってなんか死にたくないですよね。なんか近く歩いてていきなりパッて出されたら怖いじゃないですか。なんか身近に何が起こるか分かんないですね。分かんないですよね。普通に見える人とかがね、うん、いきなりですもんね、うん、国本さんいかがでしょう。犯罪報道ですよね、言ってみればね。でもあれは仕方がないですね、こういうのはもうテレビですね、うん、そうですね、数じゃダメですね。テレビの持ってるこう機能っていうか、うん、まあ、同時進行っていうことと同時にね、うん、まあ、そのまんま一挙手一投足が全部映し出されるわけですからね、あの自殺を止めようとしてる刑事さんですか、あ、よかったですよ、余裕を示せとしてタバコをこんな吸ってるけど、結構怖いと思いますよ本人もね、刑事さんも怖いですよ、まあ、どうしたんでしょうか。突然なんかスタジオのムードが一転いたしましたが、まあ、ワイドショーは常識では解明できない不思議な現象、話題にも迫ってまいりました。続いてご覧いただきますのは、謎が謎を呼ぶミステリーの世界です。奇妙奇てれつ摩訶不思議、世の中のさまざまなミステリーや怪奇現象にも挑んできたのがワイドショー。知られざるもう一つの世界にもテレビカメラは迫る。果たしてその実態はいかに。日本でも次々と発見されて話題を呼んだ謎のミステリーサークル、果たしてその正体は火の玉なのか。ついにカメラは闇に浮かぶ謎の光を克明に捉えた。今午後2時過ぎ2時半。それともミステリーサークルは UFO からのメッセージなのか。これは岡崎由紀さんがアラスカで1週間待ち構えて捉えた貴重な映像。鹿児島県池田湖の伝説の怪獣イッシー、複数の人間がその姿をレンズに捉えた。あ、本当だ。あ、本当。泳ぎよ泳ぎよ。あ、もう一匹来た向こうから。え、2匹や。ここに。あ、本当だ。あ、本当だ。2匹。あ、2匹おるわ。ほら、あれよあれよあれよ、ほら、イッシーよ、ほら、一番下イッシー。わあ、長いですね。10メーターっちゃう。いやー、言わんでしょうね、ちょっとわからないけど。ほら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 、わあ、嬉しい。ズームで撮って。ほらほら、よかった、来たかやった。でもあれ本当ですよね。そしてついにテレビ局もその姿をキャッチ。あなたはこの映像をどうご覧になりますか。